ならず、計算してみると10万円以上になりました。子供は贅沢品ですか？未来を担う子供たちを産み育てることがこんなに困難であることに本当に憤りを感じています。親に助けを求めなさいという声もあります。私たちの母親世代は自分の親の介護、家事、パートタイムの仕事で大忙しです。近くにいるとも限らない、親がいない人もいます。家族を当てにした福祉は体力的にも精神的にもあまりにも負担が大きすぎます。産休育休を取りづらい職場に勤務しているお母さんは預ける場所がないという事情で仕事を辞めることが多いです。一度辞めてからでは正社員としての復帰、再就職は難しいのが現実です。親の経済状況や家庭環境で無限の可能性を持っている子どもたちが夢を持つことが困難な時代になりました。宇都宮さんはこの問題に真っ向から向き合い、反貧困ネットワークの代表として現場に関わり続けてきました。宇都宮さんの活動のおかげで先日子どもの貧困対策法が成立しました。今回私が宇都宮さんを支持するもう一つの理由は、右傾化する安倍政権に歯止めをかける都政を望んでいるからです。最近私は怖いです。貧困の問題に付け加え、戦争をしない国からしていい国になりつつあるからです。憲法から戦争の放棄という言葉や基本的人権の尊重という言葉を取り除こうと政策を掲げる人たちが安倍政権の中にはいます。冗談じゃありません。そんな世の中は子供にとって安心して暮らせる社会ですか？母親にとって、父親にとって、若者にとって、ちっとも安心して暮らせる社会ではありません。放射能も爆弾も降ってこない、そんな世の中で可愛い子供たちが思う存分のびのびと生きていってほしい、それだけなんです。他の国で人に銃を向ける、そんな国になってほしくはないのです。戦争ができる国にしようという人たちがいます。経済的だからといってまだ原発をやめようとしない人たちがいます。人ではなく再びコンクリートにお金をつぎ込もうとしている人たちがいます。これにノーを突きつけられる都政でなければならないと心から思ってます。宇都宮さんならできるんです。他の候補者と比べてみてください。宇都宮健二さんが今まで誰のために声を発し、誰のために力を尽くし、誰のために法律を駆使して働きかけてきたのか、それは大企業のためでもなく自分の支持者のためだけでもありません。紛れもなく私たち普通の暮らしを望む市民のためです。闇金の被害者救済では文字通りヤクザからの脅しに命を懸けて被害者やその家族を守りました。柔軟なロビー活動で自民党も公明党も巻き込んでグレーゾーン金利撤廃を実現させました。地下鉄サリン事件の遺族への損害賠償、数々の名だたる悪徳商法の被害者救済に欠かせない人物になりました。宇都宮さんは本当に強い人です。誰もやりたがらなかったことをずっとやってきてくださった方です。そして私たちが安心して暮らせる法律をたくさん作ってきてくれました。最高の候補者が立ち上がってくださったんです。私は未来ある若者として諦めたくはありません。宇都宮さんと一緒に暮らしやすい東京、そして平和を発信する東京、みんなで作っていきましょう。一票は自分の意思表示です。私は自分の一票に願いを込めます。ありがとうございました。